ユーザーの皆様こんばんは、ショウです、ということで今回は、1周年のお話をしようかなと思っております。はい。ですね、いや、レレステ1周年でございますよ。ちょうど今日8月4日だと思うんですけど、まあ来月9月4日は、Android の方ですね、の、レレステのリリース日でございますということで、1周年になりますね。はい。その1週間、確か9月12日が iOS だった気がするんですけど、まあ4日が、そうですね。1周年でございます。ということでね、まあ1周年1周年って言ったら必ずまあ大体何かしらのね、イベントがまあ必ずあるはずなのですけど、はい、ゲームであのね、こういうスマートフォンゲームっていうのは、ちょうど4日は、神戸2日目であったりだとか、まあ、神戸の公演ね、2日目であったりだとか、シンデレラフォースライブのとかもあるんですけど、まあ、デレステ中だけで何が起きるのかっていうのは、まあ皆さん気になるところではないかなと思っております。皆さんガシャでなんか来るのかとかの話もありますし、イベントであったりだとか、まあ、ちょうど僕その期間がねグルーブなんですけど、いつも通りだったらまずグルーブが来るのかとかね、いろいろあるんですけど、まず一つずつ、イベントとガシャでちょっと分けてお話ししようかなと思っております。で、まあ話すんですけど、まあ、皆さんの予想とかもぜひぜひ、おっと、なんか押した、皆さんの予想とかもぜひぜひ、下の、リンクじゃない、下のコメント欄に、書いていただければね、楽しいんじゃないかなと思います。まあ皆さんと、なんか、皆さん同士で話しても面白いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、コメント欄の方に、記入よろしくお願いします。ということで、まあ、まずイベントからいきましょうか。ガチャは、ね、楽しい。だいぶでもね、イベントに関しては、まあ、普通にさっきも言ったんですけど、グルーブがちょうど期間中でございますということで、僕ね、意外とグルーブじゃないんじゃないかなと思ってるんですよね。ここだけ。要は、グルーブ1週間だけずらすとか、ありっちゃあり、あ、でもグルーブかな。グルーブで普通にやるのか、グルーブでなんかちょっと特殊なことやるのかってところですよね。うん。いや、イベントだからね、1周年だからね、いや、グルーブやらないとか全然あると思うんですよね、僕。グルーブの代わりにじゃあ何来るのかっていう話なんですけど、スコアマッチがまだ出てないんですよね、デレステって、スコアマッチが。だからスコアマッチ来てもいいかなと思ってたりとか、要は、その、なんですかね、協力プレイあったじゃないですか、協力プレイでのスコアマッチっていうのが、あるかもないかもしれないんじゃないかなと思ってます。まあそれが今月来るかもしれないですね。今月はちょっともしかしたら、シンデレラキャラバンではなく協力ライブだと思うので、それは今月来るかもしれないんですけど、今月来なかったら1周年来るんでもないかなとは思ってはおります。わかんないな。うん。グルーブないかもしれない来月は。うん。1周年だしね。はい。ということで、イベントはそんな感じでございますね。あとは、まあなんかいろいろ各種、その、ジュエル配ったりだとか、まあその、なんかキャンペーンでやったりだとかっていうのは多分あるとは思いますね、普通に。うん。で、まあガチャですよね。気になるのは、はい。ガチャだいぶハードル上げてきてますもんね、本当に。まあ、ニュージェネが1周年だと思ったって言ってたのに、ね、シンデレラフェスで来ちゃったりだとか、ね。あとは、まあ、声なし S、もうなんかね、本当にいろいろ狂わされたりとかしてますよね。もうだって、多分もうシンデレラプロジェクトで言うと、限定になっちゃってるの、ほとんど全限定になってるんだね。理科以外は全限定なんですよ。本当に。だから、ガチャ誰来るの ?1 周年みたいな。まあ、もしかして1周年は1周年って言わないのかもしれないのかっていう、ちょっと僕の、そのなんですか、心配というか、もうあるんですけど、まあそれはさすがにないと思います。僕、なぜかというと、まあがっかりさせるようなことをしない運営だと思うんですよ。デレステの運営さんは。デレステの運営さんって、まあ、すごく楽しませてくれるというか、横斜めの、発想で僕たちをいつも驚かさせてくれているので、まあそれはないんじゃない、がっかりさせるようなことは基本ないんじゃないかなというふうに思うので、まあ何かしらガチャではあるんじゃないかなと思ってます。まあ一つの候補、まあもう僕は予想というかもうどんどん上げてきます、自分の。考えというか。まあ、まず一つはサプチ系ですよね。まあ、皆さん言ってる通り、スカウトチケット。SSR スカウトチケット。まあ、SR でもレアでもスカウトできるんですけど、まあ、基本 SSR スカウトチケットがまた実装されるという話でございます。まあ、それが、なくにしもあらずじゃないかなとは思ってます。まあ、それが、工場のやつと限定のやつも両方来るかもしれないですし、まあ、あと僕の予想だと、1回無料で、もしくはまあ250ジュエルで、1回、確実に単発で引いて、確実に SSR が確実に出るというガチャもあるんじゃないかなというふうに思っておりますと、はい、確実絶対 SSR が出るというガチャでございます。それは正直あるんじゃないかなと思ってる1周年だし、うん、それがね多分僕の中で一番可能性高いんじゃないかなと思ってます。まあ正直その被っても文句は言えないですけどね、はい、被るからちょっと辛いなとは思うんですけどいやそれはないんじゃないかなとは思ってますね。はい、まあ、スカウトチケットとそれとあとは限定復刻が、来てその今ねアナウンスされてる状況で、まあ、今月来るか来月来るかっつったら、まあ、今月来なかったら来月のその1周年に当ててくるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、まあ、以上が僕の感じの予想ですかね。本当に予想としては、まあ、1周年でやれる豪華なことって言ったらなんか僕はそんな感じの予想というか、まあ、そんな感じのことしか思いつかないんですけど、まあ、ぜひぜひ皆さんもっと面白いことが思いついたらぜひぜひ、コメント欄の方で書いていただけるとありがたいです。はい、以上が、今回の1周年の予想でございました。ね、楽しみですよね。1周年とりあえずデレステね楽しいんで1周年が楽しいでございます。僕はその時神戸にいるんで、まあ、その1周年なんかすごいやばいやつサブチキが急に来たとかやばいやつ来たらすぐに動画できるかとかわからないんですけどはい、まあ、ぜひ神戸で会った方々現地で会った方々ぜひぜひ、よろしくお願いします。あとはまあ1周年楽しみでございますね。はい、この動画が良かったら、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。まあ、チャンネル登録まだという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。